皆さんこんにちは、渡辺隆史です。今回はギレネーヴォジオン独立戦争期、連邦軍編、まだ見れていないムービーの31番と34番を見ていこうという企画の続きをプレイしていきたいと思います。エルラン中将の忠誠値を上げてですね、ホワイトベース隊解散させておくと見れるというふうに言われている31番と34番なんですが、今のところムービーが埋まっていないという状況です。一旦最後までプレイしてですね、どうなるかっていうのを見守っていきたいと思います。というわけで今回はですね、ソロモンの攻略へと取り掛かっていきたいと思います。早速攻略作戦を発動します。ソロモン攻略戦です。進行ルートを表示します。進行ルートはルナ2と、あとはですね、東アジア上空、さらに北米上空、この3つのルートから合計4つの軍団を送り込んでいこうと思います。主力はやっぱりレベル将軍ですね。ここにはアムロなんかもいますし、強力な部隊になっています。では作戦を開始していきましょう。作戦期間を設定してください。了解しました。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。将軍、ジオンの戦力が低下したとはいえ、ソロモンは難攻不落の要塞。これはそう簡単に落ちるとは思えません。しかし新兵器ソーラシステムならば、ソロモンを打ち崩すことも不可能ではありません。ソーラシステムの使用ぜひ許可してください。使いましょう。ありがとうございます。では私はソーラシステム照射作戦を指揮するため戦列を離れます。ソロモン攻略必ず成功させましょう。そうか、ティアンムの艦隊からティアンムがいなくなっちゃうのか、ちょっと痛いですけど、まあしょうがないですね。この第二軍団ですね、まあもうこのまま送り込んじゃいましょう。では作戦を開始していきます。我が軍はこれよりソロモン攻略作戦を開始する。ジオン本土を守るこの要塞を攻略できなければジオンに勝利することはできない。諸君らの健闘に期待する。ではソロモンに部隊が到着しました。4つの軍団にさらにソロシステムを使っていきます。しまし作戦の指示をお願いします。まあ、ここもですね、敵の数は多いとは思うんですが、まあ、早期に決着をつけて、いきたいというふうに思います。黒い死神、白い悪魔も使って、あとは奇襲を入れていきましょうか。まあ、第2軍団、第2艦隊って言ったらいいかな。ティアンム帝国の部隊に関してはですね、冒頭でご覧いただいた通り、ソーラーシステムの設営に向かってもらってますので、まあ、事実上部隊長はいないという状況ですが、主力はレベル将軍なので問題はないかなと。それにしても敵の指揮官数や部隊数むちゃくちゃ多いですね。では、部隊を動かしていきましょう。まあ、どうしてもですね、ペガサス級、まあ、ホワイトベースをはじめとしたペガサス級に関しては高コストなためですね、数が用意できていないというところがあるので、まあ、依然として HLV を輸送機代わりに使っているんですが、それでもですね、一部サラミスやマゼランに関しては後期モデルでモビルスーツの搭載能力を付与しているものもありますので、まあ、今後ですね、そういう部分での入れ替えですね、これは積極的に行っていきたいと思います。では部隊、先へと進めていきます。ではソーラーシステム照射前ではありますけども、本格的な戦闘に入っていきましょう。シーマの激ですね。
まあ、この後のバオアク戦なんかも考えると、できるだけここでの損害は明け日で済ませたいなというふうには思っています。なので、損害を受けた、ユニットに関してはですね、一旦下げる。で、ユニット自体の喪失というものはできるだけ、少なくしていきたいと思います。特にね、ジム宇宙戦仕様ではない、ノーマルのジムは、少し脆い一面もあるので、注意をね、払っていきたいと思います。まあ、敵には、まあ、当然ながらギャンやゲルグも多数配備されている様子が伺えます。まあ、ギャンやゲルグ相手だとですね、どうしても、ジムでは、まあ、やられてしまうところがあるので、まあ、損害は軽微にするためにですね、まあ、前衛にはエースガンダムクラスを置いて少しでもジムの損害をね、まあ、少なくしていければいいのかなというふうには思います。ドズル中将がモビルスーツに乗ってますね。そろそろソーラーシステム使ってほしいな。4ターンになり、なってますね。ソーラーシステムようやく発射できそうですね。ソーラーシステム照射。これでどれくらい戦力削れるかな。システムの照射によりソロモン防衛部隊の約 30% に損害を与えました。 30% 作戦は成功です。この中にどれくらいエースが勝ってたかですね。エースがいっぱいいてくればいてくれればいてくれるほど、こちらとしてはね、ありがたい有利な状況になったのかなと思います。では作戦を継続します。さあジョンの方はだいぶ部隊数が減ってきましたね。ただこちらも損害が少しずつ増えてきていて、これアムロが落とされるかもしれないな。アムロが落とされるとかなり痛手だけど、なんとか持ちこたえてくれるかな。どうだろう、アムロだー、落とされた。アムロに新しいガンダムをちょっとね支給する必要がありそうですね。ノリスもようやく撃破しましたね。その前には強力なギリアムも撃破しました。ブライトのマゼランがちょっと前に出すぎかな。
ビグザムがいる。ビグザムに今、ブライトのマゼランが、なぎ払われましたね。報告します。ソロモンに巨大モビルアーマーが出現しました。まあ、まるでソーラシステムに報復するかのように、ビグザム激しい特攻を仕掛けてきます。一撃を食らいましたね。さらに食らった。敵モビルアーマーの攻撃で、我が軍の約 10% に被害が出ています。またこの攻撃で、ソーラシステム照射作戦を指揮していたティアンム提督が戦死なさいました。ティアンムが死んだか。まさかティアンムが戦死するとはな。この借りは返さねばならんな。まあ、ティアンムの代わりに、そしたらですね、いよいよ我々は満を持してエルラン中将第2艦隊の司令官に任命しましょう。さて、あと厄介なこのビグザムですよね。どうやってこのビグザム仕留めるかというところなんですけど、まあ、実弾兵装しか効かないって考えるとかなり厄介ですね。まあ、ここはキャノン、ガンキャノンを前面に出して早期に落としたいなとは思うんですけど、いかんせんちょっと足が遅いっていうのがあるので、キャノンですね、遅いっていうのがあるので、ちょっとそこはまあなんとか注意をしながら進んでいくしかないかなとは思います。ではさらに基地中心部に向かっていきましょう。ビグザムがしかも2機いるな。これ見ると非常に厄介ですね。ビグザムが2機。なんかまたビグザムの一戦を食らいそうな感じがするな。うわ、食らった。拡散メガ粒子砲を食らいましたね。ただそのビグザムももう虫の息というところまで追い詰めつつあると思うので、このままケチラシにかかりましょう。まずはドズル中将のビグザムですね。これから撃沈をねしていきたいかなと思うんですが、まさかビグザムがね2機配置すでにされてるとはちょっと思わなかったですが、さあこのドズルのビグザムなんとか落としたいかな。ボールの物理攻撃も入れて、これどうだろう、ジムもこれはほとんど効いてなさそうですね。やっぱりねバルカンは効いてるのかな。バルカンはね、あ、バルカンはちょっと効いてそう。で、あとは格闘だよな。格闘は多分ね、入ると思うんですよね、攻撃はね。ユニスカベルか。弾き返されてる感がありますけど。まだ落ちない。キシリアも無罪に乗ってるんだ。やっぱりアムロがね、やられてしまった方が痛いですね。では、第2ターンへと持ち越していきまーす。では、第2ターンへと持ち越しています。ここは、ジオン軍の先制攻撃ですね。うわ、食らったなぁ。まあ、しょうがないですね。ビグザムのマップ兵器。射線上に、まあ、火力を発揮する。メガ粒子砲と、あとは、周囲に
火力を発揮する拡散メガ粒子砲ですね。これを、まあ、食らってしまったというところかと思います。まずはこのビグザムをなんとかし落としたいところなので、ちょっとビグザムね、舞台を集中的にぶつけていきましょう。ビグザム戦を考慮するとやっぱりガンダムがいなくなってしまったアムロの、これはかなり痛いかなと思うんですが、まあもういなくなってもなってしまったものはね、しょうがないですからね。まずはビグザム撃沈ですね。さあこっちのビグザムとロゼル座上官のビグザム、まあ、ここがジムの格闘でちょっと攻撃を当てて、あとはですね、今回このビグザムに関しては支援攻撃はキャノン系で固めてます。実弾兵装のキャノンがちょっとでも当たってくれたらね、ビグザムを削れるかなという思惑があるんですが、どうだろう。あとは格闘ですね。アムロがいればね、もうちょっと格闘が入ったかなっていうところと、あとはまあ武装をですね、バズーカにちょっと兵装を変えて、まあ反撃派に向かってもいいかなというふうに思います。全然当たんない。硬すぎじゃん。ビグザムの装甲。おお、倒しましたね。これ式のことでやられるとは。国中の笑い者ではないか。はい、では、このソロモンですね、最後制圧していきたいと思います。さあこれでこのソロモンの敵部隊沈黙完了です。敵基地の制圧に成功しました。まあアムロを失い、さらにビグザムの攻撃で 10%戦力消耗したというところもあって、あ、バオワ空戦は戦力の立て直し、少なくともアムロにガンダムをもう一度乗ってもらうためにアムロが戻ってくるのを待つ必要がありそうですね。この戦いに勝利したことで連邦軍はジオン本土侵攻の足がかりを得た。レビル将軍は満を持して星1号作戦を発動する。ジオン軍は連邦軍の侵攻に備え、宇宙要塞ア・バオワクーと月面基地グラナダに戦力を結集させた。そして両軍の兵士たちはそれぞれの思いを胸に戦いに挑む。連邦とジオン、私有を決する戦いが今始まろうとしていた。報告します。占領下のソロモン要塞からソーラレイという新兵器の情報を入手しました。今のところ名称以外は不明ですが、ア・バオワクー攻略の際には注意してください。はい、では次はア・バオワクー戦になりそうですね。情報、その様子は次回プレイをしていきたいと思います。